はい、どうも、シャチクです。本日も島訪問やっていきたいと思います。で、本日行く島なんですけど、上空から見て分かる通り、なんとですね、マザーの世界を完全再現された島なんですよ。いやー、めちゃくちゃ楽しみですね。そして土星さんがいる。すげー。到着いたしました。すげー、島にやってきたぞ、これは。どうなるんだこれ。お、待って待って、道路が完全にマザーなんだけど。へえ、あ、待って、何これ。エイブルシスターズの前にヤバいものがあるぞ。ネスじゃねえか。絶対あれさ、ネスの服でしょ。で、島主さんはどこにいるんかな。ちょっと探しに行きましょうか。あれ、さあ、挨拶も済ましたので早速見ていければなと思います。いやー、完全にマザーの世界なんだけど、やべえなここ。なんだこれは。すごすぎてさ、言葉失うよね。マイデザインのさ、完成度が高すぎるんだけど。そして土星さんのベンチがめちゃくちゃ可愛すぎる件について、で、ところどころなんかプレゼントがさっきから落ちてるんだけど、あれって触れていいんかな、ちょっとわからないんですけど、ちょっと触れない方向でいきましょうか。まあ多分置いてあるだけだと思いますんで。さあ、こっちに行きましょう。ここら辺は住宅が並んでますね。そして住宅に行くまでの道もしっかりとマイデザインで表現されております。そしてさっきゴミ箱あったと思うんだけど、あれもしかしてさ、マザーでチーズバーガーの下りとか確かなかったっけ。もしかしてそれを表現されてるのかな。いやー、それにしても本当にすごいよこれ。木まで表現されてるもんね。本当にマザーの世界じゃねえか。やばすぎるんだけど。これもしかしてさ、敵モンスターとかもなんか書いてあったりするんかな、マイデザインで。どうなんだろう。で、ここは住宅ですね。で、街灯がございまして、で、土星さんのベンチがまたまた左にありますね。おや、ちょっと待てよ。なんでお前がここにいるんだ。こちらの森エリアに行きましょう。え、歩くキノコがいるぞ。おい、待って待って待って、マザーで出てくるこれ敵キャラなんですよ。歩くキノコがいるんだけど、すげえ、こんなのまで書いてるんですね。そして木の並びもどことなくマザーの雰囲気が漂ってますね。で、道なりに進んでいくと、お、坂があるね。あれ、今のモグラってもしかしてマザーで出てくるモグラか。今リセットさんの看板があったと思うんですけど、ちょっとどうなんでしょうか。で、こちらに行きますと何がある。お、例のマイデザインがこれ。さあ、上の方に行きましょうか。登っていくとジャイアントステップがある。まあ、ジャイアントステップに関しましては、おそらくね、マザーをやった人しかわからないと思いますね。まさかのジャイアントステップ、そんなものがこんなところにあるのか。てかマイデザインであれ表現するのすごすぎでしょ。相当難しかったんじゃない。どうなんだろうね。で、待って、今さ、なんかいましたよね。絶対なんかいたじゃん、プライベートビーチに。後で見に行きましょうか。さあ、道なりに進んでいくと何があるんでしょうか。すごい表現されてるな。で、ここははしごで降りてったらいいかな。とりあえず降りていきましょうか。さあ、お邪魔します。さあ、2段目に来ましたね。で、ここはおそらく田舎道かな。お、ちょっと待てよ、恩知らずな犬じゃねえかこれ。多分恩知らずな犬ですね。で、ここはもしかしてネスの家か。多分これネスの家ですよね。で、土星さんがここにいる。え、待って、今の絶対ネスの家でしょ。住民の家で表現してくるとは。で、これはポーキー。なんでここにいるんだよ。まさかポーキーの家まで表現してくるとは思わなかった。すげえぞこの島、どうなってんだ。
で、タコがいる。待って待って待って、やばすぎでしょこの島。マザー知ってる人からしてみるとこれ発狂者じゃないか。昔マザーやってたの思い出しますね。ぜひね、皆さんマザーやってください。まあ今のご時世、まあ外出禁止ということで、まあ暇してる方がおられると結構ね思うので、まあマザーっていうゲームね本当に楽しいからさ、やっていただきたいですね。うん、あれはねやらないと楽しさがわからないから、マジで。マザーの1と2めっちゃハマったな。あの独特の RPG がたまらないんだよ。なんかドラクエと FF とまた違った楽しさがありますよね。ちなみにおすすめはゲームボーイアドバンス版ですね。ただ結構まだ高いんじゃないかな。下手したら6000円ぐらい中古でもするかもしれませんね。でこちらにやってきました。おーすごい。てかスロット兄弟じゃないかこれ。え、スロット兄弟がいるんだけどなんで君がここにいるんだ。そしてアンテからもいるね。なんだっけこのアンテのキャラ、名前忘れたわ。え、ド忘れした。まあいいや。とにかくすげえな。てかマイデザイン作るのめっちゃ難しかったんじゃない、これ。自分で全部作ったんかな。いや本当にやべえ島に来てしまったよ。で右下にも何かいますね。おーすごい、こんなところまで表現してくるのか。これはマジで感動の島ですね。すごすぎるよ本当に。でスロット兄弟がここにもいると。なんだこの懐かしさは。何十年ぶりに会ったんだろう。いやーだけどよく描けてるな、ね、ドット絵だからさ相当難しいんじゃないのね。恩知らずな犬もさめちゃくちゃ表現されてるし、この島はね本当に。え、待って、マンホール。え、すごい。いやいやいや、この島はねマザーの世界を完全再現したと言っても過言ではないぐらいの島ですよ。いや予想以上にすごいですよね。へえ、てか車もある。懐かしいな。オネット懐かしいですよね。オネットってみんな知ってる？まあ知らないか。まあもしよろしければね Google で調べてください。いやーマザーやりたくなってくるな。マザーやろっかな。だけどゲームボーイアドバンスないんですよね今。うん、スーファミでもまあできるっちゃできるんだけど、スーファミもねえからさどうしようもねえんだよな。さあこの街の雰囲気を堪能していきましょう。いやー樽まで表現されてるぞすげえな。でこちらは花畑でプレゼントがあるな。なんかところどころプレゼント置いてありますよね。これはさすがにもらっちゃダメだよねなんかもらいたくなるけどね。いやそれはさすがにちょっとまずいので置いときましょう。でこのさ道がすごいよね。この道さ多分マザーを完全再現されてんじゃない。このなんだろうくねっとしたこのカーブとか、まあやった人にしかわからないと思うんだけど、マジでマザーなんだよねこれはい、ということで一通り島を見ることができたのではないでしょうか。そしてここに座っていきましょう。一休憩やな。いやー本当にいいもの見せてもらいましたよ。懐かしい気分に浸れましたね。いやーこういうなんだろうな、レトロゲーって言ったらいいんだろうか、こういう昔のゲームをね表現している島すごくいいですね。他にもさこういう島ないんかな。もし作ってるよっていう方がもしもいらっしゃいましたらお声掛けいただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いします。ツイッターのリプライでお待ちしてますので。さあエイブルシスターズに入っていきましょうか。もしかするとネスの服とかが置いてある可能性がございますので。さあどうなんだろう、置いてあるかな。あ、置いてある、置いてあるぞ。これいただいていいですかね。いやーなんだかすみません、いただきました、ありがとうございます。はい、ということで本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。